乾杯の株式会社乾杯の松尾でございます。お名前だけどうぞ。伊勢谷隆です。はい、そういうことですね、はい。株式会社乾杯恒例の番組をこれからね、生放送で、行く。あ、これを見ればいいんだね、はい。うん、生放送で行くということで、タイトルがですね、今夜もチェリーボーイチェリーボーイです。まだ課題で、多少過小ですけどね、はい、今夜もチェリーボーイということで、はい。まあ、日々これ新たですから、はい、やっぱ日々毎日こう生まれ変わってるんでね、うん、あの昨日までのことは忘れるじゃないかと、うん、ね、今日は新しく人生を生き直そうじゃないかというね、うん、はい、そういうテーマで毎回経営者をお招きして、はい、やろうじゃないかということで、今日2回目でございます。さあ、そして今日のゲストはですね、まあ、宮城県が誇るレーシングドライバーであり、この度ね、あのアトムサーキットという、まあ、このアトムサーキットの話をね、今日中心でいくんですけど、アトムサーキットもオーナーに、新しいオーナーになられた、そしてあの怪しいガンガクリニック、はい、あの理事長さんでいらっしゃいます、はい、伊勢谷先生にお越しいただきました、はい。簡単に自己紹介を、はい、簡単でいいんですよ、はい。伊勢谷隆です、まあ、基本的には眼科の開業医、怪しいガンガクリニックというところでやってるんですけども、モータースポーツ、レースとかが大好きで、それが講じて今回アトムサーキットのオーナーになったということで、うん、で今日はその、何ですかね、あのビールじゃなくてこう宣伝のために来ました。はい、そういうことですね、はいはい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、そんなわけでですね、まずあのアトムサーキットって何だっていうことで、最初ちょっとそれをね、あの、はい、ご紹介しなきゃいけないので、はい、場所とか、はい、ちょっとお知らせいただけますか。はい、そうですね、場所が宮城県の、東松島市の大和にあります。で、レンタルカート専用の、サーキットということで、今年で20年になる歴史のあるレンタルカート場です。今年20周年、はい、その節目の年に、まあ、新しいオーナーになられたということです。3代目ということですね。3代目ですね、そうですね、素晴らしいですね。で、あのレンタルカートっていうのもね、あの言われてもね、ピンとこない方もいらっしゃるんで、うん、ちょっとあのどういうものなのかというのをちょっと説明してもらっていいですか。はい、そうですね、あの遊園地なんかであるこうゴーカート、うん、あのよりもうちょっとスピードが出るというか、最高速速でだいたい60キロから70キロぐらい、出ますで、あの専用の、そこ専用のコースで走るんですけども、はい、地面すれすれに、少しこうあのリクライニングシートぐらいの、ね、感じで、もう地から地面の距離どのぐらいですかね。5センチとかそのぐらい、5センチぐらいですよね、はい。それで50キロとか出ると、はい、ものすごいスピード感ですよ。体感速度す、G かかりますよ。すごいぐらい、G かかるぐらい。G かかるぐらいもかかります。うん、まあ、ちょっと変な言い回しになりますけど、大人のおもちゃというか、まさに大人の最強のね、はい、遊び道具ですよね。で、伊勢谷先生ですね、本当にあの、この、なんていうか、その、車との出会いというか、はい、このモータースポーツとの出会い、はい、これを、まあ、あの生まれた時から遡って、ちょっとあの、はい、教えてください。はい、そうですね、僕もともと、運動すごい苦手で、走ったりするのもすごい遅かったんですよ。うん、勉強はできたんですよ。勉強はできたけど、ちょっと運動がね。苦手で、うん、はい。で、小学校とかでも、徒競走とかをすると、大体ビリか2番目、いつも遅かった。ビリ2っていうのはビリから2番目。はい。で、そんな感じだったので、運動はこう苦手だなとか思ってたんですけども、で大学に入って、メンタル大学一浪して大学に入って、運転勉強を取ったと。で、まあ、運転勉強もなかなか取れなくて、10時間くらいこうオーバーして、はい、やってて、こう、やつで取って。で、あと、運転勉強取るまでは横に教官がいて、自由に運転できないじゃないですか。だけど、免許をもらえば、一人で運転できるってことで、で、僕大学が熊本だったんですけども、はいはい、熊本って結構こうなんていうかドライブに
いい道というか、まっすぐな道とか、あとまあくねくねな道とか、信号があんまりないようないい道があるんですね。阿蘇の方だとか、天草の方だとか、でそういうところ山とか、まあ、海の方も、はい、いい感じので、そういうところを一人でこう乗ってたら、うん、おお、すごい楽しいなと。隣に教官がいないとすごく楽しい。教官がいたときは楽しくなかった。緊張してました。緊張して、はい、いつも怒られて。まあ誰もいなくなったら、もう独壇場ですからね。独壇場ですから、うん。で、アクセルもいっぱい踏めると。アクセルを踏むと、すごいギューッと速く走れて、もう走るとすごい遅いんですけども、うん、車は速く走ってくれる。なるほど。はい。自分の、その夢をこう肩代わりしてくれる感じですかね。そうですね。自分を、そんな感じです。うんうん、はい、自分のその能力の延長ですよね。はい、そうですね。そういうのもあって、まあなんか毎日のようにこう走りに行ったりしてたんですけども、車で、はい。でそういう風に走ってるうちに、モータースポーツっていうのがあるっていうのが知って、車のレースだとか、はい、そういうのがあるんだっていうのは分かったんですよ。うん、でも大学時代、まあ、お金もあんまり学生時代だからないとかっていうこともあり、ちょっとそのモータースポーツかじったりなんかはしたんですけども、はい、ちょっとサーキットを走ったりとかはしたんですけども、うん、それ以上のことはこうできないまま、大学時代は終わり。で、まあ、医者になってからもやっぱ忙しかったりなんかして、でそういうことがあってなかなかこうあんまり、本腰を入れてというかやることができなかったんです。だけどその時にレンタルカートっていうのを知って、レンタルカートは本当に一つで行って、何もこういう格好で普通に行って乗ることができると。で乗ると、レンタルというか、レンタルだからちょっとそんなに速くないのかなとバカにしてたら、すごく楽しいっていうところ で、まあ、そういうふうに気軽に乗れて、まあ、値段も そんなに他のレーシングカートとか、レースで四輪の車とかに比べるとお金がかからないってこともあって、たくさん練習できるようになったと。なんかそういうとこからこうモータースポーツをすごい好きになってハマっていったっていう感じですね。なるほどね。かなり走ってますよね。そうですね。本当にこう泣くことなきレース魂。はい。好きなんですね。毎週末というか。レース出場回数が300回とか、まあ、数えてみると300回ね。はい、例えば、まあ、年に30回乗ったとすると、しても10年かかる。はい、30回以上乗ってた時もあれば、はい、まあ、ちょっといろんなね、人生の局面で少し乗れなかった時もある。はい、それでも年に30回ってね、すごいですよね。すごい。なんかチームとか、チームとかそれぞれこう入ってます。いろいろやってるんですよ。レンタルカートもやってますし、あとそれよりちょっと速いレーシングカートっていうのもやってますし、あと、先週も出てきたんですけども、普通の車ですね、はい、ロードスターでのレースだとか、まあ、なんか今はいろいろ好きでいろいろやってます。すごいですね、300回、はい、なんていうかな、月に3回やったとしても、はい、10ヶ月で30回だから、はい、で冬場は乗れませんからね、あんまり、ね、そうですね、乗れないのでね、はい、だからもう感覚的にはもう毎週レース出てるような感覚ですよね。レースの合間に仕事をしてるような感覚ですよね。そうですね、はい、うん、はい、まあ、そんなことでですね、まあ、実は今日もですね、全く何の打ち合わせ、何のっていうか、ほとんど打ち合わせなくね、やってるわけですけど、実はこの対談の最後にね、人生の本当に大切なことを、ね、お伝えしたいなというふうに思っています。まあ、ここで離脱する人はね、非常に残念。いっぱいいますね。まあ、本当に実はこの最後これを聞くためにね、もうこの時間ね、ぜひね、視聴していただきたいなと。まあ後でも見れるけどね、後でも見れるんだけど、まあそんなわけで、で僕ね、今回思ったのが、伊勢先生は運動
まあ音痴っていうね、本当苦手だったの、はい、でもあのレースあの車というものはね、自分の運動音痴をカバーする、ね、あの夢の乗り物だったと、うん、そしてあのそれでこう練習に練習を重ねて、でしまいにはあのレースで、ね、優勝するまでに、はい、優勝するほどのね、もうあの超あの一流ドライバーとか腕利きドライバー、スノーデドライバー、まあすそういうことになったわけです。はい、で僕ねあの大変失礼な話なんですけどね、思い出したあのエピソードがあって、僕小学校の時ですね、ジュン君っていう男の子がいたんです。はい、で彼はね、で僕は実はあのこれあまり話したことないけど、僕はあの小学校4年生の時は漫画クラブだったんです。で漫画描いてるからね。で僕あの比較的うまかったんですよ、うん、あの絵が、はい、でも純くんはねめっちゃくちゃ下手だったんですよ。で本当にこの人あの下手だなっていうでもねあの四六時中描いてたんですよ。であのまあ中学校なんて高校ぐらいになったのかな、久々に会って最近も描いてるっていうんで、うんうんうん、絵見せてもらったら、はい、プロ級だったんですよ。でね、これだなと思いますよね。やっぱりその継続の力というか、そうですね、まあ、こう続けるね、うん、醍醐味というかね、はい、そこらもこうびっくりしました本当に、うん、このでなんとなくこの伊勢先生とね、はい、重なったりも、いやでもそうだと思います。僕も、はい、なんだかんだ言ってこうレンタルカーとか乗りましたけども、はい、才能ある人ってやっぱいるんですよ。最初から早く走れる人がいるんですけど、僕はなかなかこうなんあのなんかある程度の例えばアトムサイクルでもあのある程度のタイムが出るあるタイムが出ると A 級ライセンスとかって、はい、まあなんか。そうするともっと速いタイプに乗れますよとかっていうのがあったんですけど、それまあセンスある人だと1、2ヶ月取れたりするんですけども、僕はなかなか取れなくて 2年とかなんかかかっちゃって、なかなかこう上達しなかったと、はい、でもなんかまあ逆にだからなかなかうまくならないから面白いというか、はい、なんかそういう部分はあったと思います。でじゃあ改めて聞くんですけど、はい、そのレンタルカー、まあ、レンタルカートっていうのはさっきも言いましたけども、手ぶらでね、手ぶらで来れるっていうこと、はい、と、あと、うん、免許もいらないんですよね、うん、普通車の免許とかね、そういったものはいらないんですね、うんはい、でそれであのいきなりレッスンに来て、レクチャーを受けて、まあ、自由にね、自分のその、まあ、足加減、ハンドルさばきですね、うん自分のレベルで楽しめるという、うん、そうですね、まあ、改めて、ね、その魅力を整理するとどんな感じになるんですか。何がその、うん、そこまでその取り付いたことになるのか。そうですね、まあ、やっぱり一番はさっきもちょっと言った、あの生身の人間ではこう経験できないぐらい、うん、こう速く走れるというか、まあね、マシンですからね、マシンですからね、はいはいはい、あのそうですね、いくら思いっきり走っても感じれないほどのこう 風を感じるし、はい、で、なるほど、はいはい、で、まあ、その爽快感、それか、まっすぐ走ってるときは爽快感あるんですよ、あ気持ちいいな、うん、でもこう曲がるときっていうのは、すごい怖いっていうか、こんなすごい高いスピードでこう行ったらこう、ダメ、ぶつかって曲がれないんじゃないかとか。うんドキドキ回っちゃうんじゃないか、そういうドキドキ感みたいなのも、うん、あるドキドキしてこうなんかこう怖まっちゃうんですけど、なんか それをまあ克服してこうビューッと速く走れた時のこう気持ちよさというかですね、うん、なんかそういうのがありますね。トラック的なね、そうやめられない、まあ、常習性がある、常習性のある、はい、危険なものですかね。あのこちらか葛飾区亀屋公園前派出所の、はい、あの両津さん の、ね、あれに出てくるキャラクターで本田さんっていうのはバイク乗りな、白バイの警官がいるんですけど、はいはい、バイク乗ってないとめっちゃ優しい気の弱い人、ところがバイク乗るともう、はい、もうものすごいバイオレンスなんですよ、こう性格が変わるって言うんですか。伊沢先生は乗ってる時の自分の精神状態、性格ってのはどうなんですか。やっぱ普段はほらこうやってね、はい、あの人当たりがいい、はい、温厚な感じでいらっしゃるんだけど、
乗ってる時は乗ってる時はやっぱ変わりますね。やっぱ変わるんだ。変わりますね。超攻撃的に。あ、嬉しいですね、アグレッシブ。まあ、そういう意味からするとやっぱり、はい、あの変身願望っていうかね、あの自分じゃない自分というか、はい、あるいはその自分 の, その潜在意識にある本当の自分を解放するという、はい、そういうのはあると思います、ね、はい、ありますよね。普段こう抑えてるというか、はい、そういうのが出るんだと思いますし困ったもんですね。そうですね、うん、まあ、じゃあの、レンタルカート、ね、はい、レーシングの魅力っていうのはその自分のね、はい、その自己実現のまず一種であるんだと、はい、で一方でもあの、一人で走るよりね、やっぱその、うん、みんなで走った方がいいというところがあるんですけど、はいはい、この仲間で走ることの その魅力とか良さっていうのはどんな感じのことがあるんですかね。そうですね、うん、あのレースをするとはっきりと誰が勝った負けたっていうのははっきりするじゃないですか、うん、なんかそういう勝った負けたっていうのがはっきりするっていうのが、うん、まず好きっていうか、はっきりするっていうのがまず魅力だと思いますし、勝負ごとに共通することができる、はい、まあみんなでね、はい、うん、であとはやっぱりそのそういうギリギリのスピードでこうすごい近いところでこう抜いたり抜かれたりとかするっていうところは、はい、なんとも言えないこうお互いに上手じゃないとこうぶつかったりとかしちゃうんですけども、はい、うん、2人ともこう上手だと綺麗にこうなんか、うん、綺麗にうまく抜いたりこううまく抜かれてしまったりとかそういうところが、うん、あうんの呼吸みたいなのがあるんだよね、はいはい、うん、そういうのがなんか、うん、言葉にはないこう究極のコミュニケーションっていうんですかね、あなんかはい、うん、なんか、その2人にしかわからない世界というのが非言語のね、はい、言語にならない、言葉にならないその世界が、はい、ありますね。時速60キロのエクスタシーが、エクスタシーがありますね、はい、うん、あとのあの、まあ、レース車を降りた時 の、 その付き合い方とかもどうなんですかね、はい、やっぱなんかそういうギリギリのこうバトルというか、うん、同じレベルでこうレースをして楽しかったとか、楽しいっていうかその抜いたり抜かれたりとかってするとなんかあの時はどうだったとかっていう、うん、降りた後に話をしたり、うん、なんかそういうのもすごい楽しいというか、うんうん、盛り上がりますね、あの時こうなんでああいう風にこうしたのとか、うんうん、なんであそこ、 こう行けたのに、うん、あの行かないで行かなかったのとかそういうなんかこうすごいマニアックな世界なんですけども、なんかそういうのがたまらない素敵ですね。じゃあちょっと影の声にも聞いてみましょう。あのどうですかそのレーシングの今の話、今までのところで。そうですね、あの暑くなってこう抜いたり抜かれたりするじゃないですか、はい、それで暑くなってもう降りた瞬間にバトルとかになったりとかってたまにないんですかね、こうライバル同士とかで、ね、お前邪魔しただろうとか、うん、そこで、うん、そういうあれはないだろうとか、うん、一応、はいはい、あのスポーツなんて暗黙のルールみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、それでどうなのかなと思って、なんでしょうね、もうそこで仲は悪くはなんないですかやっぱり。まあ、言葉が言うことがあるんですよ。まあ、ね、まあ、例えば、はい、せっかくのレースで、はい、スタートですぐこうぶつけられて、うんうんうん、ぶつけられたとかってなると、はい、ちょっとまあおいおいみたいなとこになったりはしますけども、なんでしょうね、まあ、お互い様みたいな部分もあって、まあ、自分もまあそれも確かに昔はそういう風にやっちゃったなとかって思うと、まあまあ、ヘルメットを脱げば冷静になれるというか、そう、特にあのなんかあの上手い人たちばっかりに走ってる時に、はい、下手だと悪いなっていう気持ちがあって、はい、あと上手いドライバーは、はい、どけとろよお前みたいな、あそういうのもあるのかな、なんかでもそういうのなん、いや、あの上手であれば、うん、ちゃんと相手の動きを見てどっちからでもこうどっちからでも上手に抜きますので、まあまあそういう心配はないと思います。まあ、抜かれる方はすごいスピードでヒューって抜かれるんで怖いなって思うのかもしれないんですけども、抜く方は別に気にはしてないです。
ちょっと話飛ぶんですけど、何歳ぐらいからやられてるんですか？まあそうですね、あれ F1 狙う人たちってもうちっちゃい、うん、本当にちっちゃい頃からこうやらせるって言って登竜門ですよね、やっぱり。そうですね、あと一番最初ですね、カートっていうのは、うん、そういう人たちは例えば3歳とか5歳とかからやる。そう、3歳から5歳からやってらっしゃるんですよ、はい、僕はやってるんですけど、あの、はい、そういう人も本当にだから3歳用とか本当にちっちゃい、うん、あるんですよね。あるんです、知らなかった。まあ、あとのさ、そう、初めてこう、最初に行った時の記憶とかありますかね、はい、あとアトムサーキットで走ってきた時の思い出とか、はい、そうですね、うん、本当に何て言うのかな、雰囲気のいいサーキットで、常連さんっていうか仲のいいお客さんとかもが結構みんなで話してたりとかするような、すごい雰囲気のいいサーキット場だったんですね。で、初めて自分が走った時に、初めて走るとあんま上手に走れないん で、そういう時に常連さんが声をかけてくれて、なんかこういう風に走るといいよとか、ハンドルはこうやって持つといいよとかって教えてくれたりなんかして、で結構僕は基本的に人見知りなんですけども、そういう風に話しかけてもらうことによって、なんか場に入ることができて、すごく良かったなというか、はい、そういう、うん、なるほどね。そこの場所に行くと、カートに乗るのも楽しいし、あとそういう話を、カートの話をしたりするっていうのも楽しくて、通いましたね、最初の頃は。あれだね、コミュニケーションツールでもある、まあ、さっきからね、出てるけどさ、それがなかったら、あまり会話がね、できないけど、それがあることによって、こう会話に なったり、ね、まあ、思いっきり共通の話題だしね、はい、そうですね、で教えられるみたいな、そこにやっぱりこの、友達ができたりとかね、やったり言えば、はい、そうですね、で友達もその、普通の職場内だと、まあ、限られてくるんですけども、またいろんな業種の人がいて、それはそれでまた楽しいというか、大人になるとなかなかこう他の業種の人とってなかなか友達になれなかったりするんですけども、僕の場合はこうモータースポーツを通じて、いろんな人と知り合い、つながることができたな。まあ、その職業なんか違ってても、やっぱその共通の趣味っていうかね、あの場所に行くってことは好きだってことだから、それだけでね、気を許せるところありますよね。そうですね、こうお互いにこう、あ、君もですかね、お前もかみたいな、こう、同志仲間的な、はい、まあそしてですね、アトムサーキット何年前、初めて行ったのは177年ぐらい前、2001年とか、それがずーっとお客様だったの、ね、そうなんですよね、17年、はい、お客様だった。松尾先生はやられてる？いや、僕やったことないです。1回、あ、で、この前、はい、今回ご縁があったんで、ちょっと1回やっぱ乗ってみようじゃないかということで、まあ、また乗ると思いますけど、ね、そういう感じで、すごいやっぱね、こう楽しいっていうか、でやっぱり一人で乗るよりやっぱ何人かでね、こうやってた方が僕は楽しい。でも最初そうですよね。で、あとなんかもっと速く走りたいとかになると、一人でこう追求するとかっていう楽しみ方もあるんですけども、やっぱり、みんなで走るっていうのがまずは楽しいですよね。そして、まあ、ずっとお客様だったけれども、まあ、今回ね、このサーキットの経営をしようじゃないかという。ことで、まあ、その、まあ、きっかけというかね、はい、まあ、まあ、きっかけもそうなんだけど、なぜやろうと思ったのかですね。そうですね、そう、でやっぱりレースっていうものがすごい大好きで、で、いろんな、まあ、自分のサーキット場を持てば、自分の好きなようなレースができるかなというか、例えば
レーシングドライバー、プロのレーシングドライバーを呼んで一緒にレースをするだとか、うん、あと、まあ、レースのやり方も、まあ、いろんなやり方があるんで、うんうん、そういうのを自分だったら、自分がオーナーだったらこうそういうのができるかなというか、うん、はい、でそういう、まあ、いろんなやり方があるんで、そういう、うん、楽しいやり方をやっていくと、もっとみんなモータースポーツというかレースとかが好きになってくれて、うん、仲間が増えたらいいなという、うん、はい、ところです。なるほどね。まあ、通常ですね、趣味を仕事にすると辛くなるっていう、あ、まあ、一般的にはね、好きだから、ね、やったんだけど、うん、なんか純度がなくなるっていうのかな、こういろんなもの要素がこうくっついてきちゃって、初めの気持ちをこうね、薄れていくということなんですけど、それにもめげずにチャレンジしようとした、ね、その本当 の根本って何なんでしょうね。こんなに楽しいものなんだから、みんなにもっと知ってもらいたいっていう思いでしょうかね。なるほどね、やってもらいたい、良さをね、良さを一人でも多くの人に知ってもらいたい、で一緒にレースして楽しみたいっていうところですかね。みんなで一緒に楽しみたいと、はい、いうことなんですね、はい、なるほどね。まあ、そしていよいよね、今年ちょうど20周年ということで、はい、まあ、いい節目ですよね、でこれからの例えば5年、これからの10年をかけて、はいはい、まあ、歴史アトムサーキット、はい、新しい歴史を刻むとしたら、はい、どんなその場所にしたいか、どんな場所、うん、そうですね、5年10年っていうと、そうですね、そうですね、そうですね、あれですよ、ね、あれ、いや、ちょっと飛んじゃった、あれですね、あれです、日本一、そうそう、にしたいと思うんですけど、で、目標としては東京ディズニーランド、おディズニーランドのように大きく出た、はい、いや、でのような、なんていうのかな、楽しい場所にしたいなっていうふうに、はい、思ってます。でぶっちゃけアトラクションっていうか、アトラクションだったら勝ってると思うんですよ。カートは非常に楽しいので、東京ディズニーランド の、アトラクションよりもレンタルカートは楽しいと思うんですよ。ドキドキハラハラ、ドキドキハラハラ、はい、興奮、はい、であとは、そうですね、だからホスピタリティというか、そういうところを、5年10年かけて充実させていくっていうか、なるほど。まあ、良くもあり悪くもあるんだけど、いずれにしたってマニアックな世界じゃないですか。はいはい、マニアックな世界です。はい、マニアックだからいいっていう話と、はい、だからマニアックだと、他の人が入りにくいっていうことがあるでして、はい、それからやっぱりどっちかっていうと男向けっていうか、はい、男向けっていうか、まあ男性の方が多いですよね。そうそうそう、はい、いずれにしたってその間口を広めたいっていう思いがあるですかね。間口をこう広めたい、あるいはその、そうですね、どういう風に広げていきたいかっていうところですね。そうですね、結構好きな、やってみない、意外とよく聞くのが、その初めてカートレンタルカート乗ってみましたって言って、ああ乗ってみたら楽しいんですねっていう声って結構聞くんですね。だからやっぱ1回はこう体験してもらいたいというか、一回体験して、まあ、嫌なら嫌でもうしょうがないんですけども、そういう人には別にまあれなんですけども、楽しいって言ってくれた人には、続けてこう来てもらえるような場所にしたいなって思ってます。なるほどね。やっぱその家族で行けたり、ね、カップルで行けたり、はい、ね、そういったこうみんなの引き寄せてね、こうみんなに来てほしいっていう感じですかね。そうですね。で、まあ、1回でいいからね、体験してもらいたいと、はい、人として生まれた限りは、そうですね、一度は乗って死ぬないですね、はいはい、ということですよね、はい、で、たまたまね、昨日今日、スケートの浅田
真央ちゃんが、真央ちゃんがね、引退ということで、うん、で、まあ、各局いろんなね、特集組んでましたけど、うんうん、やっぱ彼女が果たした功績、うん、でも経済効果ってね、やっぱそうすごかったみたいですよね。あ、うん、だから日本スケート連盟かなんかの、はい、その収入とか、はい、それから来場者数、うん、これね、10倍では聞かないですよ。すげえ。ビフォーマオ、アフターマオではね、全然違う。へえ、うん、なんかああいうね、あのスター選手みたいなものがね、はい、あのまあ、何人かそのアトムでも登場して、うん、あの広告塔のようにね、うん、このこれの良さをさ、伊勢谷先生だけが一人騒いでもね、それは限界、まあ、僕とお手伝いするものの、それは限界があるので、やっぱりそのこう広告塔ってなりうるようなね、うん、人たちを、いろんなそのあの人種って言っちゃ変だけど、あの世代、はい、それからあの性別、うん、あの業種、職種を超えてね、うん、こう何人かがこう現れるとね、非常に楽しくなるんじゃないかなと思いますよね。そうですね、うん、まあ、広告塔っていうわけじゃないのかもしれないんですけども、結局そこのアトムサーキットでたくさん走ることによってプロのレーシングドライバーになるとか、はいはいはい、そういう人が出てきてくれると なんかすごく嬉しいなと、はい、まあ、自分が叶えられなかった夢っていうのもあるにはなるんですけども、もう丹下断片みたいな感じでこれやっぱ裾野を広げるとね、はい、あの裾野広ければ山高くなるっていうことでね、うんうん、はい、これ裾野が狭いというのはやっぱりこう頂きがこう上がっていかないんですよね。だからあの、まあ、ちょっと僕は武道家なんでね、武道、はいはい、の話をすると、はい、柔道ってやっぱすごいなと思うんですよね、うん、裾野が広いですね、はい、でしかもね、あの歴史的ないろんな変遷があってある程度統一されてるんですよ、行動感柔道っていうことでね、うんうん、あの全国的にも全世界的にも、まあ、うん、いろんなリーフがあったんですけども統一されてる、うん、ところが空手はですね、まあ、僕も空手ね、うん、あれしますけど、空手って日本だけで800ぐらいリーフがあるんですよ。へえ、まあ、極端な話、うん、全日本チャンピオン800人いるっていう、うん、でさちょっと山がね、あの小さい山がいっぱいあるっていう状態で、柔道の場合はやっぱ大きさが広いから、うん、全日本チャンピオンって1人ですよ、うん、であのやっぱ頂点、まあ、うん、その階級制というのがあるけども、はい、だから例えばその、あのアトムサーキットからこう発信して、この全国にね、うん、こういうそういう輪をね、で、全国各地に、でもそんな数ないですもんね、そうね、だって東北で、あ、宮城県でだって2つしかないもんね、そうですね、あのアトムと相撲さん、相撲サーキットね、はい、山形ってあるんでしょ、山形は1つ、1つある、はい、岩手も1つ。あ、秋田あるのかな、ね、だから多分東北の県で行ったって、うん、あの5カ所6カ所って話ですよね。そうですね、うん、でこれをやっぱりね、あのこうなんつうかな、こう小さな山だと思うんで、はい、それをあのムーブメントっていうかね、トレンドを一つ、ね、うん、で、あ、アトムすごいみたいだよということで、うん、あの各サーキットの人たちが視察に来るみたいな、ね、うん、なんでこのお客さん来てんのみたいな、うん、なんでこんな女の子多いの、まあ、僕も女の子増やしたいっていう気持ちがあってね、で女の子増えればやっぱ男も増えるし、ね、でやっぱ年に1回レンタルカートを乗る人をたくさん、うんうん、あ、そうですね、年に、まあ、2回ぐらいかな、うん、年に2回ぐらい後見に来ますよっていう人がね、いっぱいいればですね、こう、うん、あの年がら年中は繁盛すると思うんでね、うん、そのまあ別にね、あの自分が好きだから、あの他人みんな好きになってもらわなくてもいいやっていう世界もあると思うんですけど、でもあの今まで話聞いててどうやらね、どうやら伊勢谷先生の人生 の、 あの8割ぐらい詰まってんじゃないですか。詰まってますね、うんうん、そうですね、あのレーシング化があったからこそ、はい、あの今の自分、うん、明らかにそうでしょう。それはありますね。うん、はい、だからその自分がやっぱそのあといいと思ったものをね、うん、やっぱその人にもね、やっぱ伝えてほしいなってね。うん、うん、もう純粋に思いますよ、うんうん。なんか意外とそれが難しくてですね、うん、あのなんかもう なんだろうな、そのマニアックな世界になっちゃってるっていうか、全く知らない人にこう。楽しさを伝えるっていうのが難しいんだなっていうのが、うん、今回このオープンに雇ってホームページを作ったりとか、はいはいはい、そういう時にも宣伝っていうか、はいはいはい、なんか文章を作ったりなんかする時に、
なんか難しいなってなりながら診療の合間に、はい、なるほど苦労しましたね、まあ、自分ではもうほら体感してるし、はいはい、知識もあるから、うん、あのごく当たり前だと思うんだけど、はいはい、知らない人に伝えようと思った時にね、難しい、言葉を作るのが難しいですよね、はいはいはい、やっぱ専門用語になっちゃったらまたあれだし、うん、分かんないと思いますね、うん、はい、じゃあまあそのアトムサーキットね、はい、まあ一つそのこの視聴されている方々にね、はい、せっかくねあの見てくださっているとすれば、はい、何かいい話をね、はい、プレゼントしたいな、何かありますか、はい、あれですかね、うん、あれですね、はい、あの初めてのアトム、うん、初めてのキャンペーン、ちょっとあの広告規制がかかりますね、はい、初めてのあ、ごめんなさいアトムね、アトムね、はい、はい、ですね、なるほど、はい、初めてアトムサーキットに来た人がどうなんですか、あれです、ワンコイン500円で、まず1回乗ってもらいたいと、そういうふうに思ってます。で、3週500円で乗れるっていうプランを、コース3週ね、はい、コース3週、ね、うん、はい、でちょっと今週末日曜日にレースがあるもんで、はい、そのレースまではちょっとこっちの準備もあるもんで、はい、来週の月曜日17日から、はいはい、初めてアトムサーキットを走る人は、3週500円でまず初めてのアトムプランで、うん、これはいいですよね、はい、うん、これは最高だ、一回感じてもらいたいと思っております、うん、実はですね、3週500円、これがね、いかに破格かというね、ことですよね。だからもう、本当にあの、お試しプランであの2000円で5週っていうのがあるんですよ、うん、2000円であの5週っていう、うんうん、でこれがやっぱりそのレーシング業界の中では最安値だと思うんですよね、そうですね、最安値のブリだと思いますよ、はい、うん、だから、もっと裾の表現のために、うん、まず一回その本当の本当のモニターっていうか、うん、体験プランをね、うん、出そうじゃないかということで、だったら思い切ってね、はい、ワンコインでやろうと、はい、うん、どうですか、いいと思いますその様子とかも初めての人たちの動画とか見て、はいはいはい、その体感したよみたいなインタビューとか動画であったら面白いかなと思って、うん、まあ、できるだけね、まあ、現場を仕切ってもらってるあの担当のね、店長さんにもですね、うん、お客様の声をね、拾うじゃないかと、はい、で願うくばその動画もね撮って、それからビフォーアフターの感想、これから乗ります、うん、うん、うん、そう、乗った後のその興奮、はい、うん、このアドレナリンとテンションとね、うんうん、あの血圧といろんなものが上がった状態 の、 そのコメントをもらって、はい、やっぱあ、だったら今度行ってみようかしら、うん、っていうふうにね、みんなに思ってもらいたいな、うん、ということで、初めてのアトムプランというのね、はい、これは来週の月曜日から17日から、はい、3週500円でね、はい、これぜひね、来ていただきたいな、そうですね、いつまでやるって言ったの、はい、とりあえずやってみようかと、とりあえず6月まででしたっけ、そうですね、まず少しやって、はい、あ、5月でしたっけ、まあまあ、まあ、5月か6月ぐらいまでやるとそうですね、好評だったらちょっとね、はい、6月まで、はい、まあ、とりあえずこのゴールデンウィーク前後ね、はい、5月中に、まあ、1回ね、あとさっきと来てもらったります、うん、で、大和インター、まあ、うちの仙台方面から行くとね、あれ何道路でしたっけ、東武道路、東武道路か、東武道路、そうだね、まず、はい、まあって言って、今、松島越えて、松島越えて、それと行くと、大和インターのほうがあるんで、降りると、左に、うん、降りて左、右なんだ、で、インター降りて、車だと、3分ぐらいですね、うん、はい、3分ぐらいでね、着いちゃいますから、うん、はい、まあ、高速代の方が500円より高いじゃないかっていうね、話題はあるんですけど、まあ、その時は下道を通ってそうで、も、はい、下道でも線だからこう1時間ちょっとぐらいちょっとぐらいね、はい、見てもらえばね、まあ、線路の端から来ると遠いですけど、うんうん、まあ、中心ぐらいからね、来てもらえば毎日1時間、はい、まあ、事故られても困るんで、まあ、1時間半ぐらい下道通るんでね考えてもらって、まあ、上道通るのも1時間以内確実になる、そうですね、来ますよね、はい、
それで来てみてくださいということですね。じゃあですね、そろそろね、さっき僕が宣言した、この石田先生が、レースというものを通じてね、どのように人格形成をしてきたかとか、あるいはそのレースというものを通じて、あるいはその車というもの、モータースポーツというものを通じて、どんなふうにね、世界を広げてきたかとか、ね、趣味を深めてきたかとか、あるいは人生をね、こう描いてきたか、みたいな話をこう今までしてきたわけです。これの、根本は何かっていうね、ことをね、ちょっとね、お伝えしていくみたいな。これでもね、僕もね、実はね、無趣味な男だなと思うんですよ。空手とかは違うんですか？まあ、若干ね、そういうのをこうやったりとか、やってたし、でも、やっぱ仕事が趣味みたいなところがあってね。そうですよね。で、それはそれでいいんですよ。それはそれでいいんだけど、とはいえ、せっかく生まれてきたのに、やりたかったことなかったのかなってね、皆さんね、思い出してほしいんですよ。自分が子供の頃ね、やりたかったことがある、それを忘れてて、今全然別のことをしてる、そういうのをね、思い出してほしい。伊勢谷先生のその、を見て、僕で思い出してきたんですよ、だんだん。そうかと、仕事だけではね、仕事は楽しいからね、いいんだけど、仕事だけじゃなく、もっとこの多角的かつ立体的に人生を設計してもいいんじゃないかなってね、僕伊勢谷先生と出会ってそう思ってるんですよ。すごいこう謳歌してるっていう感じ、仕事も一生懸命やるし、で遊びっていうか一生懸命やるし、そしてもう挙句の果てにはね、経営までして、その趣味で経営までしてしまうということでね、やっぱそこまでやっぱその情熱をね傾けて、みんなが生きてるのかなっていう、もしかしたらその死んだ魚のような目になっている人たちもいるかもしれないし、まあ、自分の心に蓋をして、自分の本心を見ないようにしてね、生きてる人もいるんじゃないかなと思うんですよね。だからもう、あなたが本当にやりたかったことを一度思い出してほしい、そしてそれが今できないかどうか検証してほしいっていうね、ことをね、伊勢谷さんの話を聞いて、まあ、一応これ僕のチャンネルね、なんだっけ、タイトル、今夜もチェリーボーイ、いや松尾先生の社長トーク、社長トークね、社長トーク、別名松尾トークの社長トークなわけですけど、まあ、社長のね人生を切り取って、そこから何かね学びを得ようじゃないかと、そして明日から何か一つでも行動につなげようじゃないかという番組なんですね。それを称して今夜もチェリーボーイ、まあ冒頭にも言ったけどさ、毎日新しい気持ちでね、行きたいなと、昨日のことをね引きずったりとか、昨日のことを自慢したりとか、そういうことではなくて、今日やっぱその真っさらな気持ちで生きようじゃないかというふうなことでね、今夜もチェリーボーイというタイトルになってるんですまあその中で今日お伝えしているのはね、自分のやりたかったことを思い出そうっていう、で思い出したんだったらやれないかとか検証してくださいと、できそうだったらやろうじゃないかというふうなことをね、伝えたいなと思います。それと格言で言うとですね、それともう一つ今日の伊勢先生の話で、一つの格言がね、あります。それは好きこそものの上手なり、まあ途中で僕エピソードで喋った、あんなに下手くそだったら、漫画の話したんですけどね、あんなに下手くそだった人が何年か経って会ってみたら、もう僕より自分よりもう変な話で、下だと思ってる人、漫画を描くという点においてね、下だと思ってる人がとっくに僕を抜かし、僕がもう今から頑張っても追いつけないくらい上手くなってたんですよ。この線の描き方、シャドウの入れ方、構図、もうまるっきり別世界だったんですよ。で本当にね、ちょっとできる人ってやっぱり油断しますよね。なるほど。で、もう全然ダメだっていう人がコツ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 やって、常人では追いつけない域まで、これね絶対そうだと思います。イチローさんもね、イチロー選手も言ってる通りです。とんでもないところに行く唯一の手段は
こう毎日コツコツやること的なね、あのことをイチローさんもね、あの言ってたようですけど、イチロー語録でね、言ってたんだけど、もう続けると、誰に何を言われてもね、関係ないんだと、自分はこれなんだと、そしてあのこれがあるとで、ね、走っても走っただけでは受けられない風を感じられるんだと、この車で、乗ったわけで、それからのこの車のおかげで、いろんな人と出会えたんだと、そうですね、そしてあの行動半径も広がったんだと、それから考え方もね、基本的な考え方が身についたりとか、いうふうなことだと思うんで、やっぱりその誰に何を言われてもね、コツコツ続けると。でそのためには好きじゃなきゃ、好きじゃなきゃ、ね、これあまり大きな声でやっぱ、ね、好きっていう気持ち、これ大事ですよね、大事、で自分がこれを好きだっていうのをね、標榜するのが大事だと思う。人からバカにされようと思う、例えば、これが好きでたまらないんだということを評価してね、その通り行動するっていうね、誰もよく考えてみると邪魔する人いないんですよ、なんか言う人はいるかもしれないけど、それを阻止しようとする人はねほぼいないと思うんだよね。そうですね、それがほらやっぱり俺なんかとか恥ずかしいとか、これが好きだって言うとなんかこう言われるんじゃないかというところで隠していくんだ、だそれをねやっぱり、ね、やってほしいな、好きこそものの上手だよね、これもね今日言いたいこの2つ目の話なんですね。でこれそれから最後にもう一つ、まあしょうもない話なんですけど、やっぱりイソップってすごいなっていう、イソップ、うさぎの神です、まあ同じ話になっちゃいますけどね、やっぱちょっとできる人はそこに慢心とか油断が生まれる、でも亀のようにコツコツとねやることによって最終的には人生の勝利者になるんだというふうなことがね、そういうテーマだったんじゃないかなと、なるほど、ありがとうございます、ただのカードバカの僕にそういう意味付けはありがとうございます。もう一つ言うとね、意味って後からでいいんだよって話もあって、なるほど、そうですね、そうですね、つまり大抵後付けですから、世の中の成功者の人たち、こう考えて行動したから成功したって言ってるかもしれないけど、ほぼほぼ後付けですから、彼らはきっとね、そこまで考えてない、やっぱ追求したいことがあり、夢があり、やりたかったという気持ちでやってみたらうまくいって、振り返ってみると、こういうことだったのかなって後付けするわけです。人に恵まれたからさ、まだそうだね、そういうことがあるんです、はい、まだちょっとね時間があるみたいな、じゃあちょっと一回このねカンペを用意して来てもらってるんで、少し振り返りをしてみたいな、なんですよね、そうだよね、20周年初めての後に、お客様にとっての魅力、経営しようと思ったきっかけ、なんかあなたとね、喋ったんだけどね、そうですね、じゃあ、あれだね、具体的に、はい、こういう人に来てほしいって話しますか、こういう、より本当に具体的に、まずは、距離、距離っていうのはもうその、アトマサーキットの、はい、東松島市の人には来てほしいですよね、そうですね、だから石巻と松島の人には来てほしい、来てほしい、あと仙台来てほしいですね、距離的にはまあこれがボリュームゾーンなのかな、そうですね、というふうなんですけど、はい、でも山形から来る人、新潟から来る人もいますもんね、今ね、そうなんですね、あと岩手から来る人もいるんですよ、はい、だからそういう距離的なそのハードルを超えて、はい、やっぱ来る人をね、はい、増やしたいなっていう、うん、ことがまず一つありますね、はい、それはもう一つはお客様の層というかね、客層でいうとどんなお客さんを増やしたい、そうですね、まあやっぱ増やしたいのはその初めてな、初めてな、
まず1回体験してもらうっていう、まだ今まで体験してもらったことがない人に来てもらいたいなと、うん、はい、やっぱ実際、ヤマトのあたりでもまだアトムサークルって知られてない部分もある、なんかあっちの端っこの方にヤマトの、まあちょっと端っこの方にあるんだね、あるんだねって、分かってもらえればいいんですけども、分かってもらってない部分もあったりするので、まあ、自分には関係ないと思ってるんでしょうね。そうですね、興味ない、まあ、ちょっと話戻るんですけども、具体的にこういう人に来てほしい、なんか新しいことにこうチャレンジするのが好きな人、そういう言い方でもいいですよ、別に、スカッとしたい人、スカッとしたい、ああなるほど、なんでしょうね。それで、あと、まあ、自分が昔そうだったんですけど、ちょっと仕事とかきつくって、もう本当に毎日が辛いというか、仕事毎日嫌だな、嫌だなというか、辛いなみたいな時に、だけど、アトムサーキットで走ると、まあ、なんとか1週間分のこう元気をもらう、充電できるみたいな、そういう、自分にとってはそういう場だったんですね、ずっとアトムサーキットは。なんで、はい、そういう、そういう使い方も。要するにもうガス抜きしたい、ガス抜きをしたい、はい、っていうのと、それからエネルギーチャージ、エネルギーチャージですね、したいという、これでまた1週間頑張れるぜ、頑張れるぜと、っていうね、はい、そういうふうな境遇にある人はね、来てほしい、はい、あとはそうですね、女性にとっても別に好きな人は好きだと思うので、女性も一回まず乗っていただいて、楽しいなと思ったら常連さんになっていただけると嬉しいな。女のお客さんでどういう人来てましたっけ？そうですね、何歳ぐらいの人が多い？女の人は。そうですね。最近よく来てくれる方は30代の方、40代の方。もともとどちらかというと最初はその見るモータースポーツが好きで、そういう誰かレーシングドライバーのファンみたいな話で、そういう方が実際に乗ってみるみたいな、一回乗ってみたら意外と楽しいんだっていうところから乗り始めたり、あとは彼氏とか旦那さんがこうモータースポーツ好きで、一緒に乗ってたら2人でカップルでこう楽しむようになる、そういうパターンもあるんで、やっぱこういうお客さんが増えるといいなとか、はい、もしくは増やしたいとか、そういう気持ちっていうのも大事だと思うんですよね。でそれをやっぱお店に本気出るし、伝わっていくのでね、こんなお客さんに来てほしいっていうさやつは避けていきましょう。ああ、そうですね。意外となんかパッと出てこないもんだなと、はい、思っちゃいました。はい。避けていくっていうのがね、大事かなと思うんで。はい。まあそんな感じですかね。そうですね。まあ今日は大体40分から45分かなってね。はい。短くて30分かなって、話をしてたら意外にもこのカンペが出ました。はい。あと。だいたい僕40分ぐらいかなと思って喋ってたらあと35分35分と思って、で少しこう喋ってさ、でその後ぼちぼちいいかなと思ったらあと13分、そうなのかみたいな、まあだいたいでも喋りたいことは喋ったんですかね、喋りましたね、はい、でもね、はい、本当はこういったものにね載せられない裏話もね、まあいろいろ、今日は喋らない、喋れない、喋らない、喋れない、喋れない、まあでもまあいつかね、お伝えしたいなと、非常にこうね大事な肝なんですけど、まあ今それ喋るとね種明かしになるんで、今日は伊勢先生とそれから来る後ろ先に来るお客様に長期を当てて、それからどんなサーキットにしたいかということで、日本一楽しいサーキット目指そうじゃないかと。そして裾野を広げようじゃないかというふうなことをねお話をして
終わりにしたいといいですか、ね、はい、はい、じゃあ最後じゃあ一言頑張って、はい、アトムサーキット楽しんで来てくださいね。じゃあよろしくお願いします。はい、バイバイ、またねー。